はい、今から超簡単にできるリコッタチーズケーキを作りますので動画撮ろうと思います。またまたフードプロセッサーを使ってあっという間に作ってしまいます。材料を全部一緒に混ぜて、フードプロセッサーをかけてオーブンに入れるだけです。すぐにできてしまうのでオーブンはあらかじめ180度に予熱しておいてください。それでは始めます。型は今回は18センチのものを使います。18センチの型にこのようにオーブンシートを四角く切ってこのように適当にこう押し付けて中に入れておきました。このようにしてやっていきたいと思います。材料をご紹介します。まずリコッタチーズが 250g で、もしリコッタチーズがなければクリームチーズで代用してもいいですし、牛乳からリコッタチーズに似たようなものを作ることもできますので、その動画は別の動画に上げてあるので概要欄に載せておきますので作ってみてください。簡単に作れます。まあクリームチーズで代用するかリコッタチーズ手作りのものを作るかでやってください。まずフードプロセッサーをはかりにかけて材料をどんどん入れていきます。まずリコッタチーズが 250g、お砂糖が 80g、 そしてヨーグルトが 60g、 そして卵2個を割り入れます。そしてレモンの皮を薄く剥いたものなんですけど、なるべく白い部分が残らないようにレモンの皮を剥いて、2分の1個分入れます。これも全部ここに入れてしまいます。片栗粉 50g です。でこれを全部フードプロセッサーにかけます。材料は下の概要欄にも書いておきますので後でご参照ください。でそれではこれ材料全部一度に混ぜてしまいましたのでこれをフードプロセッサーにかきます。レモンの皮が細かくなっているのを確認して、そして型の中に流し込みます。これで180度のオーブンで40分ほど焼けます。40分から45分ぐらい焼きます。はい、出来上がりました。これ冷めるとへこんでくると思いますのでしばらくこのままにしておきたいと思います。出来上がりはこんな感じです。この上にお好きなジャムをかけて出来上がりです。私は最近作ったプラムの自家製のジャムがあるのでそれを上にかけます。はい、それでは主人に味見してもらいます。
そうね、うん、そうだな、うん、スクイージー美味しい。うん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 。美味しい。Questa marmellata ci sta perfettamente. Ti devo dire, è perfetto.それでは大輝にも味見してもらいます。うん、バノバノ、うん、おいしい。サニタールよろしく。実は主人が、今日水中の釣りに行っていて、で先ほど帰ってきたばかりなんです。それで取ってきたものを今からお見せします。ダダーン、ご覧ください。これはね、日本語でなんていうのかちょっとわかんないんですけど、後でネットで調べてみます。うなぎのようなものです。なんか海の中の蛇っていう感じのうなぎに似てるようなものです。でそれと小さな魚を取ってきました。ピュアタタン近いうちに、これをさばく様子を動画にしたいと思います。私もこれさばいたことないので、ちょっと YouTube 見ながらやってみようと思います。結構難しそうですけど、ちょっと頑張って動画にできればなと思っています。それではお楽しみに。